今日はふわふわでとろとろでプリプリの鶏肉が美味しい親子丼作ります。家庭料理の定番をマスターしたい人必見です。ポイントは鶏肉を切る大きさと卵の入れ方にあるんです。それではクッキングスタート。まずは玉ねぎ薄切りにしていきます。どんどんいきますよ。厚さはだいたい 2-3 ミリくらいの薄切りです。厚さによって煮込む時間が変わるので、まずはこの厚さ試してください。そして今日の主役、親子丼の親、鶏肉です。鶏もも 1/2 枚使ってます。鶏肉はだいたい一口大、少し小さめの一口大に切っていきます。まずはこの身からはみ出てるこういった皮、余分な皮になるのでここを切り落とします。こういった余分な皮は臭みの原因になるので、こんな感じでもう切るだけです。はい、あとはなんかこういった脂肪の塊とかは取ると、これも臭みの原因を取り除けるのと食感が良くなります。でも今日は結構小さめに切ってしまうので、そんなに気にしなくても大丈夫です。気になる方は取り除いてください。今日はね、このちょっと大きい部分を切り取ります。はい、そしたら一口大切っていきます。そしたら一旦ここで切って、で大体一口大もお肉の火の通りを一緒にしたいので、大きさとか厚みを揃える意識をしてください。はい、でお肉加熱すると少し縮むので、なんか本当に口に入る大きさよりちょっと大きめっていう絶妙な加減なんですけど、そんな感じかな。はい、大体これぐらいです。大きすぎず小さすぎずで、あまり小さく切ってしまうとお肉に火が入りすぎて水分が抜けてパサパサになってしまうので気をつけてください。そしたらこちらでお肉の準備完了です。失敗しないポイントは鶏肉を小さく切りすぎないことです。小さく切りすぎるとどうしても火がこう入りすぎて水分抜けてパサパサになってしまうので、小さく切りすぎず一口で口に入る大きさを想像して切ってください。早速煮ていきます。もう一つ目のポイント、今日はフライパン使います。フライパンで親子丼作れるんですよ。ここ結構鍋じゃなきゃダメなのかなと思う人いると思うんですけど、フライパンが断然おすすめ。今日は1人分なので小さめに20センチ使ってます。あと蓋も重要です。もし蓋ない方、アルミホイルで代用できます。用意してください。そしたら早速調理していくんですが、ここで2つ目の失敗しないポイント、フライパンが冷たい状態のところに鶏肉、玉ねぎ、調味料全部入れちゃいます。えって感じですよね。でもこうすることで冷たいところからゆっくり温度が上がっていくと、鶏肉がゆっくり優しく温まっていくんですよね。熱いところに鶏肉を入れてしまうと、鶏肉がギュッてこうへーってなって、お風呂入ってお湯熱かった時ってなりますよね。それみたいになっちゃうんですよ、鶏肉も。なので冷たいところからゆっくり温度を上げてあげることで、鶏肉はふわっとプリッとジューシーに仕上がるんです。そしてその間に玉ねぎも薄切りにしてあるので、もうクタクタしなしなになって、玉ねぎの甘みが汁に出ていい役割果たしてくれるんですよ。もう最高ですよ。では早速作っていきます。したらまず調味料入れますよ。調味料も今日お酒大さじ1、みりんが大さじ1、はい、そして醤油も大さじ1。分かりやすい。これ前も出てきた黄金比覚えてますか？1対1対1の黄金比です。そしてお砂糖、これも小さじ1。分かりやすい。そしたらこれを軽く混ぜて、ちょっとね砂糖があるのでなじませます。そしたらちょっと煮汁、調味料だけだと少ないのでお水を入れます。お水が大さじ3。分かりやすい分量ですよね。はい、これで煮汁の準備完了です。もうそこに鶏肉入れていきます。
なんか不思議ですよね。こんな冷たいところに鶏肉を入れていく。そしてこの鶏肉入れ方なんですけど、もうこのまま盛り付ける状態にするので、こうどっかにこう偏ってたりとか、なんかもうすごいあちこちあちこちこうなんか真ん中だけ空いてるとかではなく、もう盛り付ける時をイメージして鶏肉並べてください。あとこう均等にしっかり並べることで火の通りも均一になります。で、玉ねぎもこうやって全体に散らす。これも一箇所に固まってたりとかすると火の通りが均一にならないので全体に入れます。よし、そしたらここで初めて火つけます。中火です。で、これが煮立つまで蓋はしないでこのまま加熱します。ここも失敗しないポイント。蓋をしてしまうと温度が上がるのが早くなってしまうので、鶏肉にゆっくり火が入らなくなってしまうんですね。なのでここは蓋をせずゆっくり温度を上げます。煮立つまで待ちますよ。はい、そしたら煮立ってきました。ここで初めて蓋します。蓋したら弱火で5分、鶏肉に火が通るまで煮ます。はい、蓋して弱火。ここでね、弱火にしないとまた鶏肉に一気にガッて火入っちゃうので弱火ですよ。弱火にして5分煮ます。はい、そしたらその間に、はい、もう今日の主役、子供の方、卵です。今日1人分に2個使います。あと今日なんですけど、計量カップで卵溶いていきます。これもね、ちょっと秘密があるんですが、まず計量カップにも割り入れますね。2つ割りました。はい、そしたらここの中で溶いていきます。で、卵なんですけど、結構溶き具合どれくらい溶けばいいのってあると思うんです。で、結構レシピによってもいろいろあるんですが、今日はとにかく卵、鶏肉、煮汁、この一体感大事にしたいので、白身が残りすぎているとどうしても白身の部分だけこうドロッとしてしまって、こう黄身と白身がはっきり分かれてしまうんですね。そうすると煮汁がまとまらなくなってべちゃっとした仕上がりになりやすいです。なので失敗しないポイントとしては、白身を切ってほぐしてください。白身と黄身って固まる温度が違うんですね。でも全体的な一体感が欲しいので、白身をこう軽く切る感じで混ぜていきます。大きい白身の塊がなくなれば OK です。はい、これで卵溶きました。たらこれが5分、今ね、この5分弱火でじっくり鶏肉の中に優しく優しく火を入れてるところなんですよ。で、この5分煮てる間に鶏からもこう美味しい旨味が煮汁に出て、それが玉ねぎが吸って、玉ねぎの甘みと鶏の旨みが合わさって、もう最高な煮汁になるんです。もうすでにいい匂いしてるんですよね。今日ずっとここにいる三つ葉、これ最後に乗せていきます。トッピング用ですね。やっぱり親子丼には三つ葉が合う。もちろんネギとかでもいいんですけど、ぜひこの三つ葉手に入ったらスーパーに売ってると思うので、ぜひ買って最後に乗せてください。三つ葉は煮すぎてしまうと緑色が悪くなってしまうので、もう最後に乗せるだけで OK です。今日三つ葉乗せていきます。ただこの後卵を加えていくんですが、卵は一度に全部入れません。これも失敗しないポイント。まずはだいたい3分の2量ぐらいを入れて3分の1残しておきます。そして残りの3分の1は後から入れます。この卵を2回に分けて入れる失敗しないポイントです。はい、5分経ったので蓋を開けて、いい感じ。そしたらちょっとここでこう上にある玉ねぎとかを沈めてあげるとより味が染み込みます。そしたら鶏肉もこう全体的に味を染み込ませるために裏に返します。染みてる。蓋
蓋を開けるとどうしても温度が下がってしまって、こうあまりグツグツしてない状態に卵を入れると卵の塊が遅くなってこうダラーンとベチャーっとしてしまうので、今弱火にしている日、もう一回中火に戻します。もうこの後は中火のまま、中火に戻して煮汁グツグツさせます。はい、グツグツしてきたらここで入れるんですが、この計量カップ、その時にめちゃくちゃ便利。卵の入れる量もこう一気にドバッと入らないし、こう細く綺麗に入るのでふわっと卵仕上がります。回し入れますよ。はい、こんな感じで全体に行き渡るように回し入れてください。全部入れないですよ。はい、これぐらい残しました。そしたらここから蓋して1分です。中火のまま。はい、1分、卵にヒートします。グツグツしてます。今入れてる卵はある程度形を作って一体感を作ってくれます。で、2回目に入れる卵でふわふわとろとろにします。卵どん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 火が入ってしまうので、ご飯をもうよそっておきます。よし、今日はもう丼1杯分なので 200g ぐらい。はい、ご飯を先によそっておくポイントです。よし、はい、なったので蓋開けます。そしたらこの後卵の流し入れて10秒いきますよ。これも全体にふわふわって、はい、入れたら蓋します。蓋して 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 はい、火止めます。あげます。で、ここでもし結構まだトロトロって思っても大丈夫です。余熱でどんどん火が入っていくので、もう盛り付けます。いやー、おいしそう。分けてる間にもどんどん火が入っていくし、ご飯も温かいので、もうトロトロ部分がこことか、よいしょ、すごいたっぷり。煮汁もこう余りすぎず、ちゃんと卵が煮汁を吸ってくれてます。そしたら最後、三つ葉を乗せて彩りよく、はい、親子丼の完成です。それでは早速いただきます。卵がツヤツヤしてます。鶏肉のまず弾力がすごい。もう噛んだらこう跳ね返ってくるぐらいプリプリ、すごい。なのに卵はふわふわ、ふわとろってしてます。ふわとろですよ。もうやっぱ2回に分けて入れたのが大成功です。皆さんいかがでしたか？もう今日はふわっとろプリプリの親子丼を紹介しました。エリシキッチンには他にもたくさんの卵や鶏肉使ったレシピ紹介してます。ぜひアプリや YouTube で検索してください。そして他にこんなレシピが見たい、吉野にこんなの作ってほしい、あればどんどんコメントにリクエストお待ちしてます。そしてもうふわっとろプリプリを体験したいと思った方、高評価とチャンネル登録お忘れなくお願いします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。まったね。三つ葉なんて冷蔵庫にないし、このために買うのってきっと思ってますよね。でも三つ葉の他に海苔も合うんですよね、親子丼って。三つ葉、海苔、あなたはどっち派ですか？もちろん私は